スノーマンの深澤辰也と渡辺翔太が28日、都内にて開催された大阪王将冷凍餃子シリーズ新 CM 発表会に登壇。新イメージキャラクターを務めることが発表された。深澤辰也&渡辺翔太、新 CM 決定同シリーズの新イメージキャラクターを務める深澤と渡辺、悪友コンビ、そしてファンから親しまれている二人が、CM 初共演を果たす。代表取締役社長中田博康氏の挨拶にて、こんな男前が世の中にいるんだ、と衝撃でしたと紹介された二人は、好青年です。どうも男前ですと頭を下げながら意気揚々とステージに登場。緊張する様子を見せつつも、心強いですよ。やっぱメンバーといるのは安心しますと二人だからこその安心感があると語った。改めて、今回の CM 出演を受け、目から餃子が出るくらい嬉しかったです。わら。グループではね、CM をやらさせていただいてるんですが、今回二人っていうのが初めてのことだったので本当に嬉しかったですと喜びをあらわにする深さは。一方、渡辺は、僕はね、ちょっと目から餃子は出ないのかなとは思うんですが、と深澤の一言を一周しつつ、世の中の身近な商品に自分たちが協力できる立場になれて嬉しい思いでいっぱいですとコメントした。また完成した CM の出来について深澤は、とにかく笑いましたね。あと、自分ってこんな表情できるんだっていう風に改めて思いましたし、何回も見たくなるような CM だなと思いましたと言葉に。渡辺は、このペアは、先ほども言いましたが初めてだったのですが、普段の僕と深澤の関係性もちょっと垣間見えるかなと。あと、この餃子と僕たちの表情の相性もいいなってがながら思いましたとコンビならではの魅力を伝えた。実際にプライベートでも一緒に買い物に行ったりと公私ともに親交の深い二人。撮影も友達感覚がすごく強いので、自然にナチュラルな表情で撮影に臨めたんじゃないかなと思いますと明かしていた。そんな中、ふと渡辺が深澤に向け、とにかく現場とかスタッフさんへの気遣いがすごい普段から率先してコミュニケーション取ったりするので、現場のスタッフさんに話しかけたりとか、すごく周りを温かくしてくれるんですが、なんかちょっと今日の記者会見っていうのは、すごいよそ行きな感じになってて、普段 MC とかやってんのに、ちょっと緊張気味の様子が、いつもより口数が少ないなとは思いますと突っ込み。これに深澤も、いや、そんなね、そんなことないですけどね、わら、やっぱりたくさんの方がいますから多少は。もう足がくがくでしたと思わず本音を吐露した。また深澤も、渡辺に対しやっぱ渡辺さんって緊張するのかなと思ったら、意外と堂々としてらっしゃるから、それはそれで新鮮というか、いつもどちらかというといじられたりもすることがあったりするから、すごい堂々として、今日はいつもの渡辺じゃないですねと普段とは様子の違う渡辺に突っ込み返し、その後も、互いの発言を拾いつつボケと突っ込みを繰り返し、息ぴったりのマシンガントークで会場を沸かした。新 CM は9月12日より、全国で放映開始する。Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar.
déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.